宮本武蔵は NHK 総合テレビの新大型時代劇で1984年4月4日から1985年3月13日まで放映されたテレビドラマ新大型時代劇の第一作全45話吉川英治の小説宮本武蔵を原作とし剣豪宮本武蔵の青年時代から元流党の決闘までを描いている 原作にほぼ忠実に沿い、それまで映画、テレビドラマ等で映像化されなかったエピソードなども多く拾い上げられている。脚本担当の杉山義則は、竹蔵が武蔵になるまでを青春編としてじっくり描きたかったとの理由から、原作の地の巻き部分を意図的に膨らませた。また、1971年の大河ドラマ、春の坂道の脚本を担当したこともあって、 野牛胸のりに対する思い入れがあり、本作でも胸のりを原作以上に頻繁に、かつ重要な役どころで登場させている。劇中に、ヤマトの河津などの、春の坂道の作品世界を彷彿させる言葉が登場するのはそのためである。昭和60年8月7日、宮本武蔵総集編、第1回、恋の千年過ぎ放送に先駆けて行われた、プレマップ内インタビューによる。 TV ドラマプロデューサー渋谷厚生著。TV ドラマプロデューサー渋谷厚生著。テレビ視聴率気候ビデオリサーチ。冒頭に、宮本武蔵第二部のクレジットが入る。ありがとうございます。